イザベル・マリアでアルカンタラ・ブラジレーラは、低世紀ブラジルの女性貴族、ゴヤス皇爵夫人。ブラジル皇帝ペドロ一世とその目掛け、サントス皇爵夫人の間の最初の非着室子。イザベルは、ペドロ一世の大勢の諸子の中で、父ミカドより公式に着室追認を受けることのできた、唯一の子である。1826年5月24日、2歳の時に、 おイアス公爵夫人の爵位と殿下の継承、及び、ドナの損傷をもって、名を呼ばれる特権を認められた。ペドロ一世はイザベルを、聖妃レオポルディナ皇后の産んだ巫女,女と同格に、扱うことを望み、着室子たちと同じく彼女にも、この絵軍からの頑固を受ける特権などを認めさせた。さらに爵位に応じて、イザベルに、ゴイアス州の接触役を務めさせた。父ミカドはさらに、 イザベルをサンクリストバン宮殿で着室子たちと一緒に育てようと考えたが、これは皇后の反対にあい断念した。1829年に母が皇帝の出張で追放されるとパリのサクレクール寄宿学校に預けられた。1831年、父が退位してパリに移住するとイザベルは父の5妻アメリア皇后と良好な関係を築き、 全皇帝夫妻と親しんだ。翌1832年、全皇帝夫妻はポルトガルに向かったが、イザベルは置いて行かれた。1834年父が死ぬと、遺言に基づきその個人財産の一部を分与された。以後は、パリ駐在ブラジル大使、ヘゼンデ公爵及びママハハアメリア皇后の世話を受けて、育てられた。1843年4月17日、ミュンヘンで、 ドイツバイエルン王国の貴族、エルンスト・フィッシュラー・フォン、トロイベルク・伯爵と結婚し、外国人との婚姻に伴い、ブラジルにおける借位、英典を喪失した。結婚は、ママ・母・アメリアのお膳立てで成立したもので、夫は、ホーエン・ツォレルン・ジグ・マリン・元ン・女マリア・クレセンティアの一人息子であり、アメリア皇后と縁続きであった。以後、イザベルは、婚回の所有する。 ホルチェン城で暮らした。夫との間に4人の子があった。A.B. スーザ1972、ボリューム2、P229、ラングル1928、P447、ロドリーグ1975、ボリューム4、P22、リラ1977、ボリューム1、P276。ありがとうございます。